はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、久しぶりにですね、ちょっとアダマシアを使っていこうと思っていまして、今の、アダマシアのトレンドは、春化粧入りになってるんですね。結構これ先行番長ができるんですよ。やっぱ今の環境ティアラメンツがめちゃくちゃ強くて、もうなんか中途半端な先行展開とかって返されちゃうじゃないですか。でもそもそも先行展開ができないっていうこともありますけどね、相手のハーフにしとくからね、動かれて、で勝つんだったらもうなんかありえない量の先行妨害を用意するしかなくて、で春化粧を入れたアダマシアが結構展開伸ばせるし、貫通力もそこそこあるんですよね、誘発への。これ春化粧っていうギミックは、まあ手札から地属性を捨てて地属性出すみたいな感じなんですよ、簡単に言うと。まあちょっと違うけど、まあ簡単に言うとそんな感じで、これによって、地属性モンスターバンバン前に展開していくんですね。で一番強いのは最近森と目覚めた春化粧っていうモンスター、これが地属性の通常召喚可能なモンスターは墓地をくれるよっていう効果がついてて、これ愚かな埋葬ついてるんですね。だからこの愚かな埋葬でね、このウェザリングソルジャーっていうモンスターを墓地で送って、化石融合っていうこのカードを手札に加えると、でそうすると化石融合をぶち込めるんで、まあ、融合モンスターが出るんですけど、これ融合モンスターが出ると何が起きるかっていうと、リンク先に融合モンスターが出た時に墓地のモンスター特殊ができるっていう黒シープを出しておけば、ランク4ができるんですよ。だから黒シープ経由するとかなり確実に、見かけしまでいきます。結構今までその春化粧がなかった場合のアダマシアって意外とランク4できるのそんなに安定しなかったというか、まあもちろんねこういうのがバンバン入れて一応そのリバイバルゴーレムとか行けば一応行けたけど、なんかね安定感はあんまなかったんですよね。けど今回はその結構な確率で、このフォシルフュージョンにアクセスできますんで、まあどれか引きゃいいからね、どれか引きゃいいからフォシルフュージョンにアクセスできるので、この辺の春化粧を使ってフォシルフュージョンにアクセスし、フォシルフュージョンからクロシープ経由で、リンク数を伸ばしながらランク4を立てブロックドラゴンに触っていくと、こうすると盤面かなり強くなります。でしかもこの、フリントクラッカーっていう謎のモンスター、これが特殊召喚に成功した場合に、化石融合モンスター墓地をくれるっていう効果あるんですけど、これをね墓地を送って化石融合を持ってくると、こいつを残しながら化石融合を持ってこれて、これレベル3なんですよ。だからアダマシアのチューナーと3でビーストが出したりできるんですよね。これめちゃくちゃ強くって、まあ今回はこのデッキを分回していこうと、はい、いうふうに思います。あ、で余ってた場合はこれで石像落としたりもできます。はい、以上やっていきましょう。デュエルスタンバイ。アダマシアってさ、もともと組みやすいデッキだったはずなのに、なんか春化粧が来てレアリティ上がったよねと俺は思ってるんだけど、なんかもともと結構なんか割と組みやすいねメインデッキみたいな感じで言われてて、なんかそれがちょっとね組みにくくなっちゃった感はあるという話はね聞いてますね。はい、まあ、とりあえずウェザリングソルジャーを落としましょう。これなんか新しい春化粧はこのウェザリングソルジャーっていうなんか化石融合を持ってくれるこのモンスターを、キーポイントにして動いていくみたいな、まあ、ところがあって、まあ、とりあえず一回アダマシアシーカーを墓地送って春化粧目覚めの方を持ってきますと、でモンスター特殊感、アナライザーですね、これはね。はい、アナライザーこうやってね先行からアナライザー使うのは強いですよね。この召喚機まだ使ってないんで、ね、でこのターン一応春化粧の効果使ってるんで持続性しか効果発動できなくなってるんですけども、これでプリントクラッカー強そうだな。これこれレベル3なんですよ。このねこのレベル3のプリントクラッカーくんが一応化石融合モンスター墓地をくれる。まあもう化石融合っていうかあんま関係ないですよ、これは。これあんまり関係がなくて、これがめくれると化石融合のムーブもできるという感じなんで結構強い。で小脇めのサプライヤーを墓地を送って、で墓地を送るカードをまあ蘇生できるようなモンスターにしとけばいいかなと。どうしてもちなみにねブロックドラゴンサーチに対する妨害がかまされるとちょっと、これちなみに石図を落とすこともできるんで、ここで石図を落として相手のなんかティアラムンツとかだった場合のことを考えて一応妨害を用意していくみたいなこともできますね。はい、でとりあえず小脇メールサプライヤーを特殊召喚して効果発動して、小脇メール持ってきといて、これで一応うららとか、まあ、そういう辺のカードをケアしていく感じですかね。あとはデイリーグローとかで小脇メールガーディア召喚で一旦ですねこれはね黒シープを一回いきましょう。この黒シープめっちゃ強くて、これがね化石融合とめちゃくちゃ相性が
いいと、言われてるんですけども、化石融合フォッシルフュージョンも発動。クロシープはリンク先に融合モンスターがいる場合に、なんかモンスターがリンク先に特殊召喚されると、自分の墓地のモンスターを特殊召喚できるよっていう効果があるんですけど、レベル4の、スカルバギーとか弱けのモンスターを特殊召喚することによって、クロシープの効果で自分の墓地から、モンスターを釣り上げることができると。で、ここでね、まあ、何、ここはまあ何でもいいや、石髄がやったんでもいいんだけど、これ特殊召喚して、そうするとレベル4が並ぶんですね。レベル4に並ぶから、ここで見かけ獅子ができると。ガーディアンを、残しながら見かけ獅子。まあ、ちょっと無限保養だけちょっとケアできてないけど、ここで、見かけ獅子爆誕させていく。で、素材取り除いて、ここなんもないんで相手、まあ、世界を終わらせることはできるんですけど、ブロックドラゴンを持ってくる。で、あとは自分の墓地に、地属性が溜まってるんで、これね、あの石津はなるべくっていうか、あの除外しないように動かしていけば大丈夫です。死ぬほど特殊召喚するんで、ちなみにあの、ね、増殖する G がめちゃくちゃ重いんですよね。まあ、そこをケアだけどうしようかなって感じなんですよね。ちょっとパキケファローとか入れて、あのもう貫通してなんかパキを立てに行くみたいなことしても、まあいいと思うんだけど、一応でも無限法要があるから、その無限法要がねーっていうね。はい、ちょそこが懸念材料ではあるかなっていう。増殖すると無限法要めっちゃ採用率高いから今なんで、法要打たれてパキハローを出すラテン新章とか、パキハロー自体に打たれると微妙っていう。一旦ちょっと小脇メールちゃん持ってきておいてですね、まあとりあえずアダマシアリサーチャーを、出しに行く。はい、これは一応、バロネスとナチュルビーストまで立ってます。確定で、これは何もめくれなくてもね、なんかめくれてほしいんだけど、一応なんかめくれてほしい。あ、オッケーオッケー、ゼノギタム来た、アリバリオゴーレム来た、オッケー。でゼノギタム特殊召喚、オッケー。でですね、これね、ゼノギタムが除外できるからかなり強そうだな。まあ、とりあえずナチュルビーストを立てていきましょう。使ってないな、こっちか。で、この、クリントクラッカーがレベル3なんで、まあ、ビーストを縦に行けるっていうのと、あと化石融合を引っ張ってこれるっていう。これかなり強いですよね。で、サプライヤー効果使ってないんで、サプライヤーを出していく。で、サーチは入れたからもう大丈夫でしょ。で、まあ、深淵かな。これ、展開力余ってた場合は、深淵みたいなモンスターを出せますと。っていうかこれ、コアキメールガーディアン残しときたいから、これあれだね、これ、アダマシアここ使わなくてもいいわ。強すぎる。アダマシアここ使わなくてもいい。これ、いや、余ってるから、余ってるからこれでいいわ。こうして、はい。で、余ってるってことある余ってるっていうことあるって感じだけど、こうして、はいと。で、ちなみにコアキメルガーディアンはね、手札から岩石族見せないと普通は破壊されるんですけど、自分の墓地のこのブロックドラゴンを、蘇らせておくと、こいつは岩石族に破壊耐性を付与できるんで、まあ、これが横にいるだけで、まあ大丈夫と。で、セットして、一応これが、まあある程度、妨害数用意できてる感じなんだけど、今一応何本あるのかな。まあ、ウーサ123でビースト1234、まあ無限か、ビーストは。1,2,3,4,5,6,7,8、 まあ7妨害プラス魔法カード一勝無効、まあさすがに強いでしょ。で、一応無限保養をケアして支援に潜むものは相手のカードが場に出てきた段階で打ちましょう。 OK、 あー、それはいいか、別にいいよ。まあムドラ別に戻されたところであんま関係ないから今はいいかな。まあどうぞどうぞ出てきてください。 OK です、よろしくした、出てくるのは関係ありませんと。あー、消えるべくね、オッケー、暴発してこようとしてる。まあちょっとここで一旦墓地の効果使えないようにしといて、でこれでまあ相手がティアラメンスだったとしても大丈夫と。テレフォー、オッケー。まあこのね、ビーストさんがね、魔法カードに対する無限妨害なんで、魔法カードでまくってくるようなデッキ、なんかさ、たまにいいんじゃないか、全部っぱめっちゃしてくるよな。ああいうカードとかはなんとかなる。怪獣はちょっと無理だけど。ケルベック、OK。OK。どうしようかな。まあでもアポロウーサーでいいか。アポロウーサーでいいですね。アポロウーサーの効果と。
ケルベクの効果も更新。ケルベクが一番あるのね。オッケー。相手この盤面でよく心折れないよね。あのね、いやこれすごいと思う。この相手結構この盤面でここ心折れてないの相当すごい。まあでもティアラメンツって結構手数でまくっていくからな。見る。オッケー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 。アポロウサーでいいかな。アポロウサーにしましょう。そう結局ね、手数で意外と乗り越えていけることがあるからティアラメンツはやばいんだよな。こんだけの盤面作って、これ普通のデッキだったら何もできないで死んでるから。すげえわ。まだ動こうとしてんの。エルフか。すげえな、マジで。一生動こうとしてくんだよ。これあれかな、多分ランク2して、多分ランク2をして、ギガンティックスプライトみたいな感じなのかな、多分。まあ、とりあえず全部押そう。すべてのカードを戻していく。世界が終わっていく。もうモンスター供給できないだろう。シェイレーンぐらいか、あとあったとして。シェイレーン出てきたらもう関係ないな。はい。あ、でしょうね。オッケー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 。バトル。あ、なるほど。アポロウサーギア死んでいく。オッケー。オッケー。オッケー。よし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 。いやー、ここまでしないと勝てない環境嫌ですけどね。いや、ここまでの過剰なる制圧をしないと絶対に勝てないっていうバトル。ゴール。先行番長するしかねえ。やっぱ終わってるわ、このなんかティアラメンツとかいうデッキ。もうさっさとティアラメンツっていうカード全部禁止してくれ、コナミ君。2022年は間違いだったと認めてくれ。対戦ありがとうございました。あー、オッケーオッケー。まあ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 、まあ、通ってくれれば高校ゲーム参加権が金券なんだろうな。3枚か、わかんないな。ここで打ってもいいけどね。ここで打ってもいいや。ちょっと裏なとか墓穴とか引かれるのまずいんで、まあ、ここで打った方が、まあ一応反動弱くはないし。あー、ナチュルか。ナチュルだ。なるほど。あー、増人刺さんないな。これ、モルクルキット召喚から終わられるパターンあるね。それが一番つれえか。モルクルキット召喚から終わられるパターンが意外と一番きついかったりする。あー、おっか止め武器はいいですよ。はい。ナチュルモルクルキット捨てて、特殊召喚 OK。これ引かしてくれんのかな、もしかしたら。1枚ドローエンドみたいな。モルクルキット、特殊、あ、オッケー。あー、引いちゃった。あー、使うんだ。なるほど。あ、じゃあ意外と引かしてくれんのかな、これ。引かしてくれるスタイルか。オッケーオッケーオッケー。ナチュルって意外と増殖止まれるんですよ、一応。あの、モルクルキット召喚エンドができるんで、それが イコール妨害になってるんですよね。一応。それがね、めちゃくちゃ強くて。増殖一応撃たれても止まれるんですけど、この人はなんか止まらないらしい。なんか割とナチュルビーストだけ立ててエンドとかぐらいの感じなのかな。じゃあ一応 まあ魔法カードそんなに向こう痛くはないですね。まあ一応あの化石融合が打てなくなるけど、まあモンスターだけで展開できるデッキなんで。てか春化粧今ありますけど、これ春化粧なかったって別に展開できるデッキなんで。うん、春化粧ちなみにない方が高校は強いです。なんでかっていうと地属性以外の効果が使えるようになるから。地属性の効果縛りつくよりも、なんかバロネスとかでまくっていった方が、高校は強いから、ああ、そんな感じか。いや、それだったら俺、ナチュルクリ、モルクリケットエンドでいいと思うけどね。引かせすぎな気がする。とりあえずね、モルクリケットがね、鬱陶しいから、まあ、一回ちょっと、こっちは出さなきゃいけないんだけど、あ、増殖か。まあ、まあでも、これワンキルしに行くしかないね。もうワンキルしに行こう。増殖は、知らない。裏側引きなとこが悪い。で、ね、これはモルクリケット発動しないんだ。じゃあコアキベルガーデン召喚で。てかこれコアキベルガーデン召喚から入ったらね、今の動き、あの増人も止めるはするんですけど、一応ただちょっとアナウンシャーのね、あの出さないこの召喚条件が、アナライザーの召喚条件がちょっと相手フィールドに伸びるモンスターを存在する状態っていう、まあ、条件なんちょっと難しいんですよね。はい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 。あ、何も出ないか。まあ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 、いいでしょう。何も出ない。で、ハルケショーは使うのは最終手段ですね。アダマシアシーカーを特殊召喚していく。モルクリケット全然使ってこないな。
使ってもいいぞ。まあ一応これゴアコアキメルガーデンで無効にするけどな。で、アドバンスシーカーの効果発動。あ、そこ裏なんだ。こんな手札なのに。そこ裏なんだ。なるほど。謎のタイミングで裏。俺だったら、あそこで待つけどな。見かけ獅子まで。結局ね、このデッキね、どこまで行っても一番やべえのはブロックドラゴンなんですよね。うん、ちょなるべく、地属性縛りつけない状態でまくっていきたさはあるんだけど、ちょっともったいねえけどチューナー2体だな、これもったいねえけどチューナー2体でいくしかねえ。で、サプライヤーだろ。いやーこれリバイバルゴーレム引いてんのもまあ弱えしな。で、はい、で効果発動、効果発動。モルクリケットはねガーディアンで絶対無効にしたいから、モルクリケット出てくるとやばいので、モルクリケット絶対無効にしたいから、だからこれはね、これだね、ちょもらいたいんだけど、なんかあるない、オッケー。でこれ持ってくでしょ。でこれでレベル4、2台になったから、ここで見かけ獅子つけちゃうか。いや頼む、何も引かんといてくれ、何も引かんといてくれ。見かけ無限保養でも入ってないんじゃないかな。俺ちなみにナチュラル作った時はね、無限保養入れるわけなかったんだよね。入ってんのかな。なんかほんとね、誘発入れるわけがほとんどなくて、なんか増獣と占うだけだったような気がするんだけども、確か俺が作った時は無限保養ちょっと入ってるかかんないけど、無限保養なかったらね、多分ねワンケルできるんだよね、アクセスコール投下入りで。で、とりあえず自分の持ちの地属性モンスター3体除外します。で、バケモン爆弾します。いけブロックドラゴン。 OK で、一旦そうですね、一旦あ、これユニコーン欲しくないな、これユニコーン欲しいな。ちょっとアクセスの弾増やすため大変申し訳ございませんが、一旦コーディネーラルを巻き込ませてください。てか両方とも落ちたからあんま関係ねえかよ。おいで、おいはい、で、これは、はい、2番手だね。で、んーとね、これ1回アクセスだね。ここと、ここで、アクセスコードトーク OK で、アクセス効果発動。全然ナチュラルモルクリケットの効果使われない相手、一応使った方がいいんじゃないか。ゴアキメルガーディアン消せるぞ。なんかガバイだこのナチュル。まあいいか、出しとくか。一応出しといて、岩石いる状態で出しといて、はい、なんか分からんけどそんなに引かせて、なんかあれか、回答あんのか相手。なんか分からんけど、一応無限法要だけは一生ケアしてるか。はい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 、 OK で、はいはい、ういういういと、はい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 、 OK で、ブロックからの、墓地除外。ちなみにハルケシの効果使ってるとアクセスコード投下も意味なくなりますからね。効果が発動できなくなっちゃうので意味がなくなっちゃうと、そこだけが注意。なんか相手なんでか知んないけど展開ダラ通りさせてくれてるから、なんか普通にワンキルできるぞ。バトルフェーダーでも入ってるか。まあ無効でいいけどな、バトルフェーダーも一応ハルケシ使ってねえし。でアクセスコード投下発動、まあ1枚しか発動できないこれ。こうしてモルクリ、はい、これなんでモルクリケットの効果つかなかったんだろう。デッキから出してこれないってこと、もう引きすぎたってこと、わからん、なんだったんだろうか。で、はい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 、と怖いですけど、これなんかあるんですか。なんもなさそう。じゃあなんで使わなかったし、なんでそんなに引いたんだ、わからん。
まあいいか、対戦ありがとうございました。まあフュージョン来てるか、春化粧ある。まあ春化粧からだとな、地属性の縛りで、効果が使えなくなるかな。高校上がりが本当にこれ、このデッキ課題ですね。地属性効果縛りついちゃうんで、バロネスが出ても効果使えなくなっちゃうから、だからその高校からまくっていく能力がまあまあ低いということで、まあ先行番長ですね基本的には。まあ言うて展開力、まあその春化粧を使わなければまあ効果は有効になってるから、バロネスとかバンバン使ってあげるんだけど、はい、激ヤバカード落としてるぞ相手。激ヤバカード落としてる。リナルドで回収するの、もうなんかそれあれじゃん、妖怪機械男出てくるやつよこれ。まずい、どういうこと。いやゲールドグラの方、なるほどゲールドグラの方、やばい、ちょっと分かんねえ、わかんねえけど、やばいことをしようとしてることだけわかる。で、サイキックするんだろ。あー、オッケーオッケー。で、サイキック族にして、粘土増幅装置を、やつに装備する。もう、これは3000ライフ払って、草の木からモンスター墓地送るっていう効果なんですけど、これ墓地送られると、儀式、何オットガイツ比べてたのか。あのモンスター、使用量を徴収してくるモンスター。やばいことが起きているぜ。とりあえずなんかいっぱいサーチしてるぜ。やばい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 、やばいんじゃねえかこれ。わかんねえけど、圧倒的アドバンテージが稼がれてるぞ。やばいぞ、やばいんじゃねえか。あー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 あああ、わけわかんねえの落とし出したぞ。おい、なんかわけわかんねえの落とし出したぞ。一体こいつは、ああ、何がしたいのこの人。何、高等儀式なんだぞ。高等儀式術の効果によって、ブラックマジシャンはもちろんくて、オットワイズグラビティドラゴン、何マジ、やつはなんか使用量を徴収してくるで、500ライフポイントを払わないとカードの効果発動できないっていうのが使用量徴収にぎ、マジいことが起きた。やばいぜ、一体何が起ころうとしているんだ。あ、出た、ブラックフェザー。あ、そういうことか、わかった、やばい、まずい、こいつの血の使用量徴収に来、モンスター効果が発動されるために700ポイントのダメージを俺のライフに与えてくるという、そういうことか。だから墓地にシックロモンスターを送りまくっていたのか。なるほど、まずいぜ、これはモンスター効果を発動するために、2600ポイントのダメージがやばいことが起きた。著作権料が高すぎる。カードを発動するためにモンスター効果を発動するために2600円もの使用料を支払わなければならない。あ、天才デッキじゃねえかこれ、マジ天才だわ。はい、パクります。